それでは今日の御言葉です。今日はヨハネによる福音書の公開メッセージではなくしてイースターですので、マタイによる福音書の中からお話をしていくことにいたします。マタイによる福音書の28章の1節から10節まで最初にお読みいたします。マタイによる福音書28章1節から。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。アーメン。お祈りします。天の神様、主の復活を記念するこのイースターの礼拝を、ともどもに持つことができますことを感謝いたします。私たちは親から生まれました。そして行くところは最終的にお墓でありました。神様、そのような人生、あなたが私たちの墓を塞いでくださいました。私たちの墓は私たちの罪によって作られました。あなたが私たちの罪を取り除いてくださいました。そして復活の命を与え、私たちの墓を塞いでくださったことを感謝いたします。そのお方に今日の礼拝の中でさらにさらに近しくお会いすることができますように、はじめにイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエスのに出会う、復活の主イエスに出会うという今日のメッセージの題でお話をしていきます。十字架にかけられたイエス様は7つの言葉をその中で言われました。第一番目は、父よ、彼らを許したまえでした。次は、あなたは私と共にパラダイスにいると、一緒に十字架けられた一人の、この罪、犯罪人でしょうか、そのに向かって言われました。次は、自分のお母さんとヨハネに向かって、母よ、これはあなたの子です、これはあなたの母です、っていうふうにして、神の家族として生きるようにと、自分のお母さんと弟子たちに言いました。4番目は、エリ、エレ、エリ、レマ、サバクタニ。まあ、口語訳聖書ですと、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニとなっておりますけれども、それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉でした。5番目は、私は乾くと叫ばれました。6番目には、すべてが終わったと言い、そして最後の7つ目の言葉は、我が霊を御手に委ねますと言って息を引き取っていきました。イエス様は、またこのようにも言われました。なぜ私をお見捨てになったのですかと言われました。その前にですね、苦しみもだえて、このおりました。そこでイエス様は神様から捨てられたんでしょうか？主なる神様はイエス様を捨てたんでしょうか？お前はもうダメだから死になさいって言ったんでは当然ないわけですね。
もちろんこれはイエス様ご自身が父なる神様にお願いしたに違いありません。なぜならばこの世界はイエス・キリストに委ねられて、イエス・キリストで作られたものでした。ですからそこを作られたんですけれども、人々はそれを従順に受け入れることができませんでした。自分勝手なことをしだしたんです。ですからイエス様は誰よりも自分自身が一人一人の人間に対して大きな大きな責任感というのを持ってたに違いありません。ですからイエス様の方が父に願ったんです。父よ、私を生かしてください。私が彼らのために取りなしをし、そして彼らの罪を私が引き受けますからと言ってイエス様は下ってきたに違いありません。そうです、私たち人間は親から生まれた命を持っております。しかしそれで永遠に生きることはできません。それは神様の命がないからです。親からの命に対して、そしてその後に私たちは命の息を吹き入れられて人間は生きるものになったのです。生物学的には親からの命、しかしそれは超えなければなりません。それは私たちはこの地上で生きてお墓に入って終わりのものではなくして、この地上で生きている目的は永遠の命を私たちの内側に受け取るためです。ですから器です。しかし誠の神様がなければ、命がなければどう生きるかというならば明確です。すべての人が明確です。それは自分で自分の命を作って作って、自分を生かして生かして生きる以外にはなくなってしまいます。それを徹底的にこの自己中心っていうんでしょうかそれで生きる以外になくなってしまいます。自分の命を生かそうと思う者は死ぬんです。自分の命を死に渡す者はこれは生きるんです。これが聖書の霊的な真理です。自分の命って言ったのは親からもらった自分の命です。親からもらった自分の命で生きようとする者は死ぬのです。そして親からもらった命を置いて神様からの命をもらって生きる者は、このだから神によって死ぬ者は生き、自分で生きる者は、神によって死ぬ者は生きて、そして自分で生きる者は死ぬ。これが霊的な法則でした。イエス様は私の霊を御手に委ねますと言いました。そうです。彼は神にあって愛のゆえに死んできました。ですから父なる神様は彼を復活させて生かしてくださいました。27章の57節から見てください。アリマタヤのヨセフが、彼は議員でした。善良な人であったとも書いてあります。ユダヤ人をはばかってここにイエス様の遺体を引き取りに来たとも、ヨハネによる福音書に書いております。また彼は神の口を、国を待ち望んでいた人でもあるとわかります。イエスの遺体を引き取ることは、彼にとってはものすごい勇気のいることでありました。そして彼は自分のために作った墓にイエス様を入れてしまったんです。で、それを塞いだんですね。私はこのアリマタイのヨセフの生き方こそ、私たちの生き方であるといつも思っております。先ほど言いました。私たちの墓、墓に行く。なぜ墓に行くのか。それは罪っていうものがあるからです。ですから、墓、罪、死。これは全部イコールで結ぶことができますね。そうすると、アリマタヤのヨセフも当然墓に行く人生であったんです。でもそこにイエス様を葬ったんです。そして墓を塞いだんです。私たちの墓を塞ぐためにはたった一つの方法しかありません。自分の罪。これを取り除くこと以外にないのです。ですから、アリマタヤのヨセフは
ヨセフを受け入れたっていうこと。そのイエス様は自分の罪のために十字架で死んでくださったんです。そして私が行く墓、私が行く罪の代価を払うところ、そこにイエス様が入ってくださったんです。ですから彼の墓は塞がれました。私たちの墓もいつも塞がれているようにと願います。しかしこのお墓でありますけれども、これはこの27章の62節からこう読んでいきますと分かることがあります。これを封印したと書いています。人々は封印したんでおりしたんですね。今日においてもこの墓を封印するんです。なぜかってならばイエス様はそこから復活したら困ってしまうんです。本当に困ってしまうんですね。復活があるとするならば、命の概念を変えなきゃいけません。私たちの命に対するものっていうのは心臓が動くことです。脳が働くことです。そして幸せに最後にゆっくりと痛まないで死ぬことです。墓に入ったらみんなに覚えてもらうために立派な墓を作ることです。でも、そうの人生、命の概念がですね、もし復活っていうものがあったならば、これは全く変えなければなりません。すなわち生き方を変えなきゃいけません。さらに、また自分自身が死んでいく罪人であるってことすらも認めていかなければなりません。罪、死、墓。この三つの束縛の中に、すべての人は生きてきたからです。そうすると、もし復活があるとするならば、今までの自分を中心として生きる、自分がって生きる生き方、それは捨てなければならなくなってしまうんです。自分をの生き方を通すことができなくなってしまいますから、自分の生き方をずっと通すためには、イエス・キリストが復活しては困るんです。人間が復活するっていうことを信じてはダメになってしまうんですね。ですから人々は、すべての人は墓を塞ごうとします。榎本康郎著のちょうどここのところにこんな記事があります。第二次世界大戦後、東ドイツにソ連の共産党の指導者らが来て、ある村の人々を全部集めて洗脳教育をしたことがあった。イエス・キリストが3日目に蘇ってたまるかと科学的論証をして、順々と説いた。聞いていた村人たちは自分たちが愚かであったと思われてきた。演説が終わり、講演者が壇から降りようとしたとき、一人の人が立ち上がって、しかし、主は蘇られました、と言った。その一人の声に今までシュンとしていた村の人たちが、主は蘇りたもうた、と唱和したのである。と言って、彼らがですね、共産主義閉じ込めようとした。それに対して一人がそうじゃないって言ったらみんながハッと思って、そうじゃない、主は蘇ったと言い出したって言うんです。これからの世界はますます混乱してきます。特にまた独裁者が復活してきます。なぜならば今では右肩上がりに、それなりにこの世に希望を持つ部分がありましたけれども、それは今これから閉ざされてきます。コロナでも閉ざされておりますし、資源の枯渇とか気象のこと、いろんなことで、そしてますます争っていく。そうとこの復活、キリスト教、これはなるだけ閉じ込めないとやっていけなくなってきます。共産主義国がそうですね。みんなの平等という建前を言ってますけど、本当は一部の指導者たちが徹底的に自分の地位と自分の命、自分自身のやり方、自分の命を通そうとしている。そのような者たちがさらに増えてくることを、この目に見えるような気がいたします。人類は封印しようとします。教育で、あるいは科学で、進化論を持って、あるいは社会学、共産主義、様々なもの、何よりまた、もろもろの宗教も、さらにこれから盛んになっていくに違いないと思います。さて、この復活。人々にとって、
このわからない、戸惑いですから否定するしかないということも事実でありますけれども、聖書の中に出てくる人たちのことを少しいろいろな方面から見ていきましょう。週の初めの日ですから、イエス様が亡くなってからこの3日目、次の日は安息日ですから動くことができません。日曜日になってから人々はですね、この動き始めました。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓に行きました。塞がれた墓だったんですけども、地震が起こって石が転がされて中を見ることができたんです。ところがそこに遺体がないんですね。彼女たちは走っていて、ペテロとヨハネに知らせました。これ4つの福音書を総合してこの言ってるんですけれどもですねそしてペテロとヨハネも墓に見に来ました。そして主がいなかったんですね。遺体がなかったんです。衣だけが脱いで捨てられておりました。そして彼らは帰ってきました。ところがマグダラのマリアは帰ることができなかったんです。そこに留まり続けました。すると天使がそこにやってきました。そして婦人よ、なぜ泣いているのかと言いました。何を探しているのかとも言いました。そういうふうにしているうちにイエス様が彼ら彼女たちに現れました。これはヨハネの20章の17節の言葉ですけれども、私の父があなた方、また、私の父である、また私の神である、あなた方の神である方のところに私は登っていくと、弟子たちに告げよ、と言いました。その後、マグダラのマリアともう一人のマリアはいろんな人たちに告げ始めました。しかし、マルコによる福音書の16章の10節では、弟子たちは聞いても信じなかったと書いてます。また、ルカの24章においても、婦人たちの話を聞いた弟子たちのことですけれども、使徒たちはこの話がたわごとのように見られ、信じなかったと書いてます。このイエス様の直々の弟子たちですね。直々の弟子たちも実は信じられなかったんですね。彼らはイエス様と一緒に食事をしましたし、船に乗って暴風を沈めたその船のただ中におりました。いつも話を聞いている人々でした。しかし、墓に来てイエスの体がない、天の野だけ見た。そして彼らは帰っていってしまいました。やがてトマスの間がその話を聞いたときに、あの方の手に釘跡を見てですね、そこに指を入れ、この脇腹に刺さった槍のところに自分の手を入れなければ、私は信じない、とまでも言いました。誰も信じなかったんですね。どうしてでしょうか。この一番近くにいた弟子たちが信じられないんですから、全世界の人たちがイエス様を信じられないのは当然のことなんですね。当然です。ですから、誰一人イエス様の復活を信じることができる人は世界にいないのです。人の力、能力、理性、経験、そんなものでは理解できないからです。復活を私たちが理解する一番いい手順があります。それは青虫。一匹の青虫がいたとしますね。そして木の葉っぱをこう食べています。青虫を皆さんの前に持ってきます。皆さんまだ何も知らないとしますよ。さて皆さん、この青虫はこれから空を飛ぶんです。と私が言ったとします。信じられる人手を挙げてください。信じられないですね。あの青虫が天を飛ぶんですよ、天に。絶対信じられません。
私たちは今で経験してるから、あ、青虫、これ蝶々に何の蝶々になるかな、なんてですね、考えたりすることができます。セミも同じですね。土の中に7年間か8年間かわからないですけれども、さまよってきたものがですね、出てきて空を飛ぶようになるなんてことは誰も信じることはできません。でも共通したところがあります。それは一旦死んだ状態になるってことです。さなぎになる、そしてさなぎから出てくる。またセミは一旦固まる、自分自身の殻っていうのを破って、今まで生きていた生き方を破ってそこから出てきますね。ですから人間の復活も実は死んで生き返っていくのです。それはイエス様ご自身も十字架にかかって、そしてそこから復活していって命をこの私たちに表してくださいました。それではどうしたら復活を信じることができるんでしょうか。人の理性とか、なんか青虫が蝶になるってことを信じられないように、人間の理性では信じることができません。ではどのような人が聖書の中で復活のイエス様を信じたでしょうか。それはみんな共通しております。復活のイエス様が訪ねてくれた人たちです。またイエス様に語りかけられた人たちです。それを聖霊って言葉に置き換えてもいいです。三位一体の神様、要するに神様が訪ねてくれた人、神様に語りかけられた人、その人が信じる子が来たんです。マグダラのマリアを見てもそうですね。語りかけられたんです。田舎に二人の弟子たちが失望して帰っていくときに、イエス様がそこに一緒に現れました。でも彼らは分かりませんでしたね。でも語りかけられた、そこから分かってきました。ペテロ、ヨハネ、トマス、神の方からご自分を表して見せてくれたからこそ、あの弟子たちも実は復活のイエス様を信じることができるようになりました。人が復活っていうのに直面するときに、もう私たちの世界には封印がしっかりとされているから、私たちは自分でその墓を開けることはできないんですよね。でも地震が起こったですね。神が開けてくださったんです。そこから復活っていうことの、信じることのが始まってきました。そうです。神様が私たちの心の封印を開けてくれなければ、私たちは復活っていうものを信じることは誰一人できないのです。ではどうしたらその封印が開くんでしょうか。4つのことを皆さんに申し上げます。第1番目は主を求めることです。当然のことですけれども、ヨハネ福音書の10章の11節の中に、マグダラのマリアはその体になってしまったんですね。弟子たちに教えたけれども弟子たちも去ってしまいました。ところがその次の言葉です。しかし、マリアは墓の外に立って泣いていた。と書いてます。要するに、マリアは帰れなかったんです。家がなかったんでしょうか。そうじゃないですよね。マリアは、イエス様がいなくなったら、自分の存在場所がもうなくなってしまうってことです。ですからマリアにとっては言うならば超えたことです。私たちは生きていくときに自分の生きる順番を決めていると思います。1番家族、2番お金、3番会社だとかですね、いろいろ自分の立場とか居場所を探してます。でも1番がイエス様で、2番3番なくて4番ぐらいに家族、お金、健康っていうのと、1番はイエス様、2番家族、3番お金、これこれっていうの、これ違いますよね。
確かに同じように1番とイエス様しておりますけれども、2番3番のない1番と、2番3番を作っておいての1番では違うと思います。マグダラのマリアはまさに2番3番がない1番、イエス・キリスト。ルカの11章にもこのパンを求めた人の例があります。夜中に友達が帰ってきて与えるパンがない、自分の友達が来て盛んにですね、もううるさいぐらいにもう帰ってくれと何度も言われても帰らないぐらいに求めた人がおりました。そしてイエス様はこう言いました。なおさら神は求める者に聖霊を与えないことがあろうかと言いました。そうです、神様は求める者に助け主なる聖霊をくださるんです。その聖霊によって私たちはイエス様が主だっていうことを分かってくるのです。第一番目は主を求めることです。第二番目は主の言葉を受け取ること。言葉を受け取るっていうことは服従することです。神様の言葉に自分を従わせてみるってことです。やってみるってことです。自分の頭で考えたこと、復活なんかない、でも聖書では復活があるという、じゃあその聖書が言う他のこともやってみましょうということです。私たちの信仰は自分の願いを神様に押し付けることではありません。神が私に言われることに私が服従すること、これが私たちの信仰です。皆さんは御言葉をどのぐらい聞いてますでしょうか。日曜日ここで聞いてます、あるいは木曜日もこの教会では聖書公開が行われておりますけど、それは聞いてくださっているでしょうか。もちろん出席できない人いっぱいいるでしょう。でもすぐその週のうちにインターネットで聞くことができます。しかそれよりも他の自分の趣味の方にほとんどこういうふうにしてでやっている人が多いんではないかとも思います。それは非常に残念なことですね。神が与えた言葉を聞かないで復活のイエス様と近しくなっていくことは、これはできません。3番目はイエス様を主とすることです。イエスキリストを主とすることです。ルカの24章にイエス様が十字架にかかって失望して田舎に帰る2人の弟子たちがおりましたね。そこに先ほども話しましたけれども、イエス様が近づいてきて語り出しました。その2人はですね、あたかもいろんなことを知ってましたね。あなた、都で起こったこと何も知らないんですか？イエス様がね、十字架にかかって殺されちゃったんですよ、っていう形で。で、帰っていくときに夕方になってしまいました。あ、私たち今晩ね、ここに泊まるから、あなたどうするの？もうちょっと行こうかな、って言って。いやいや、私たち一緒に泊まりなさい、泊まりなさいよ。あなた結構学もありそうだし、とかですね。なるほど、聖書に書いてないですけれどもですね。そんな風にして、無理に止めたんですよね。要するに、3人いたんです。イエス様含めて。彼らが主役になってるんです。彼らが主役。あなた何も知らないんですね。お、泊まりましょう。ここに泊まりなさい、泊まりなさい、って感じです。そして、食事の席になった時に、そこから逆転しました。イエス様がパン取って、要するに生産式ですよね、弟子たちに渡され始めたんです。彼らはイエス様をその時にふっと分かったんです。この人の方がと思って、それでパンを渡され始めた時に彼らの目が開かれて、これがイエス・キリストだってことが分かったんです。私たちもあの二人のように最初はイエス様に命じているんです。でもイエス様を主としてね、イエス様を主とするときにイエス様の方が私たちにご自分を表してくださるんです。それで彼らの目が開かれたんです。4番目は恵みを受け続けることです。1回で信仰とかイエス様はわかることではないのです。皆さん誰かと一人ちょっとあるときですね、道端であって顔を見ました。自己紹介だけをしました。ああ、これからもよろしくお願いします。
はい、分かれました。分かりますか、相手のこと。分からないですね。私たちも救い主だろうな、救い主として見ようかなぐらいでしたと思うんですね。その後、私たちがその方を深く知るっていうことは、すなわちキリスト教信仰っていうのはキリスト信仰なんです。教ではないんです。教えではなくて、あるいは様々のイエス様の御業でもない。教でもなくて御業でもない。奇跡でもない。キリストというご人格。このご人格を知ること。ご人格と私っていう存在が交わって、つながって交わり続けること。家族のことよく知ってますね。嫌なことも悪いことも知っております。それは、この長い間付き合ったからです。でなければ分かるものではないんです。このようにして恵みを受け続けるためには、私たちの信仰はイエス・キリストというご人格を目標にして、ご人格に向かってのことを聞く、語る、実行してみる、従ってみるって、これらがあってこそ分かってきます。ですから、自分の常識をまず置かなきゃなりません。日本人の常識も置かなきゃなりません。人々の常識も置かなきゃなりません。今までこうだったから、日本はこうだったから、と、そういったふうにしている思いを捨てなければなりません。そして最後に、この今日読んだところの28章の1節から10節の問題の間に、大事な言葉が二度繰り返されておりました。どこかと言いますと、この言葉です。7節。それから急いで、天使の声ですけれども、それから急いで行って、弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活され、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれるって言葉です。その後、イエス様がおはようと出会ってくれましたね。そして10節から、イエスは言われた、恐れることはない、言って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。天使はガリラヤに行ったらイエス様にお目にかかれる。イエス様は直接出てきて、ガリラヤに行きなさい。そこで私に会う。と言いました。皆さん、今年中でガリラヤ港に行きましょうね。ツアー組んで行きましょう。15人ぐらい集めるとリーダーがタダになるそうですので、私それをね、やっていきたいと思うんですけれど、私たちガリラヤ湖に行ったならば、イエス様を見ることはできるんでしょうか？そうではないですね。ガリラヤって意味は何でしょうか？弟子たちはガリラヤ出身が多かったんですから、故郷に帰れと言ったでもないはずですね。それはガリラヤ。イエス様が最も多く御言葉を語った場所がガリラヤです。ですから、私はいつもこう思います。イエス様に出会う一番の確実な道は、ガリラヤに行くこと、イエス様の御言葉に行くこと、聖書の言葉に入っていくこと。聖書の言葉を求める者、これは必ず神が助けてくださいます。聖霊を送ってくださいます。いろんな出来事を通して、その人を助けて、そして、このイエス様というご人格が、誠の神であり、私のために十字架にかかり復活した救い主であるっていうことを、神様の方から私たちに教えてくださいます。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。聖書を通して、そして長い2000年間の歴史を通して、その前からアダムとエバから通して、私たちの神様は変わることなく生きて働かれ、私たちを憐れんで、私たちをご自分の命に導いてくださって続けていることを感謝いたします。今、私たちはここに聖書を手にすることができました。聖書を通して弟子たちの姿を見ることができました。
弟子たちの語ったさらなる聖書の言葉を通してイエス・キリストを見ることができました。その方が私の救い主であること、十字架と復活を通して私の墓を塞いでくださった方、罪をなくしてくださった方、そして私たちを天で生きるように、そして今も神の命によって生きるものにしてくださいましたこと、心から感謝いたします。尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。